よしよし、どうだ。どうしました？なかなか泣き止んでくれなくて。あぶぶぶぶぶぶ、わあ、本当ごめんなさい。お嬢さんのせいじゃないのよ、気にしないで。でもこの子夜はいつもこうなんですよ。ご近所迷惑にならないようによくこの公園に連れてくるんだけど、泣き疲れるまで寝てくれないの。そうなんですか。以前は母親がいつもそばにいて、この子がぐずると必ず歌を聞かせて泣き止ませていたんだけどね。お母さん、今は？この時間はこの子のために頑張って働いてるわ。だからこの子は私がしっかり見ていないとね。でもおばあちゃんの歌ではなかなか泣き止んでくれなくてね。歌わせてください。え、この子のために歌わせてください。この子のお母さんのようには歌えないと思うんですけど。お願いできますか？はい。へえ。私一生懸命歌うね。大丈夫です。今バイト先に戻りましたから。さやか先生は気にしないで。あ、いや、歌が。だけはうまいな、小鳩も。おっと、それ琥珀も同じか。